はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくね、やっていきたいと思いますが、激しく始まりました。激しく、イヤホンが飛んじゃったね。飛んじゃったの、うん、なんてこともね。はいはい、少し元気になりました、僕もね。元気になりましたね。まだもう相当元気でしょう。大丈夫ですよ。いや、昨日検査に行ったのよ。あ、そうかそうか。そうそう、もうがんはね、写真には写ってない。うわ、すごい。やった、見事に、ね、見事に、うん、とりあえず肺だけよ、昨日はね、CT とかじゃないの。頭もね、もうこの間頭も良くなった。頭良くならないんだけど。シャーシー、ね、ということでね、松下としみさん、はい、よろしくお願いします。はい、同じ高橋誠さん、どうもこんにちは、ね、こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。お、その虎がいいじゃないですか、ね、虎、金色の虎、金色の虎、そういうのどこで売ってんの？刺繍じゃない？原宿、そうなんだ。あの方じゃない？あの方ね、例のそういうのって、ね、あ、この間ね、久しぶり会ったよ。あった、あ、本当、どこどこで会ったの？恵子さんのライブから。あ、そうかそうか、そうだね、いつもね。今度ほら、9月20日に俺コキライブやるんだけど、その時もちょっと衣装をやってもらおう。衣装担当、前もやってたね、還暦の時もね。あれ、すごいね、いい、いいんですよ、いいものがね。はい、ね、そう、久しぶりだねとか言われちゃったよ。そうそうそう、なんかね、そうそう、それでも結構ね、がんはもうないんですけど、なんかでもね、ほら、肺炎とかなっちゃったんだよ。そのね、名残がちょっとあるよ。名残肺炎っていうの。名残肺炎、名残肺炎、名残雪か、名残雪、名残肺炎。まあちょっとやっぱこういう気候だとね、だるいんじゃないですか。そうそう、なんか健康な人だってだるいよ。普通でもだるいよ、ね、今日素晴らしいね、なんかね、そう、こういう、だから俺は普通のことがこうちょっとできなくなった時期があって、すごい辛かったんだけども、なんかこうそれを忘れちゃうよね、今までさ、こうなかったことを、例えば気圧に左右されるなんていうのは俺一回もないし、そうかそうか、なかったけど、肺がさ、ちょっと重くなるんだよね、そんなこと今まであったことなかったけどさ、でもそれはね、普通でもあるから、あるらしいね、あるよね。だからあんまり気にしない方が ね、そう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 、お酒もねまだ飲んでないんで。飲んでないの、すごいじゃん。飲んでないんで、我慢した、我慢してさ、やったんだけど、ちょっとそれほどさ、下がってなかったのよ。あ、そう、じゃあ飲んでもいいよ。そうするとまた危ない。いやいやいや、そのことは思ってた。じゃあ飲んでもいいんじゃない。いやいやいや、ここまで我慢したらもうやめちゃえばいいんだよ。いやいや、そんなさ、人間って全部やめちゃったら、なんかもう歯の抜けたライオンみたいになっちゃう。歯の抜けた、ね、抜けたライオン、まあ、いいじゃないですか。まあね、ハサミのないカニ。そうですね、それいいね、ハサミのないカニ。身だけで食べられちゃうっていうね、ハサミのないカニ。ということでね、今日は金玉、金玉ということでですね、金玉でね、お便りからいきましょう。お便りね、ちょっとね、ちょっと返事ができなかったんだけど、これはつとむさん、アトランタの、アトランタのストーム高橋、先週の、いつもありがとうございます。そう、前回のちょっとね、おはようございます、8月9日は金玉ですか、その日は日本にいます。お、8月9日は金玉かな。ちょっと手帳忘れたけど、金玉でも何でも来るかな、そうそう、来てください。おそらく金玉、8月はね、急遽ちょっとカルメン・マキさんが決まったね。8月に、おそらく8月になるから。それで、チビさん、チビさんと、チビさんも9月にはまた入って、それはね、詳しくね、またお知らせいたしましょう。で、そういう問いと、それから今日ね、皆様こんにちは。ここアトランタは現在11月の大統領選挙に向けて、現職大統領ジョー・バイデンと前大統領のドナルド・トランプが、もうあれだね、舌戦を繰り広げております。悪口の言い合いだね。ま
ね、まあね、私の興味は7月7日投票の、うん、東京都知事選ですよって。こっちの方が気になる。世間では、そういうことが話題になっているようですが、お昼のこの時間は現実のそれとは別世界を歩いている音楽魂、はい、今日はそれも金玉です ね、 ですね。前回の金玉では Still I Love You をリクエストさせていただきましたが、うん、今日は久しぶりにリバーサイドを聞きたいです。リバーサイド、うん、ちなみに今ウォッカ&トマトジュースでヘロヘロ状態大丈夫、寝落ちしないようにオンエアの時間まで頑張ります。ウォッカとトマトジュース、ウォッカとトマトジュースは聞くの、いい、ね、なんていう名前、うん、なんて名前だっけな、忘れちゃったな。あるんでしょ、お酒の名前、うん、ビールとトマトジュースとかもあるよね。あ、レッドなんとかね。あ、そうか、レッドアイ、レッドなんとか、ね、あ、うん、まあそろそろヘロヘロだったら寝てるかも。ブラディーマリーってなんですか。ああ、そうそう、そうかもしれない、それかな、うん、それかな。え、もうこちら飲まないのよく知ってる。飲まないのに ね、 ね、うん、ブラディーマリー、ブラディーマリー、まあ起きててください。お酒の話はね、あんまり最近聞きたくない聞きたくないね。いやでもね、お酒ってやっぱり必要だよね。俺まだ美味しいと思うもの。あ、じゃあ健康なんで、タバコはね、もうね、咳込んで吸えなくなっちゃったの。あ、それはね、うん、それはだいたい肺がんでタバコ吸う人はいないと思うよ。いや俺だから、あの医者に言われてやめるの、あの一番嫌いだから全部自分でやめたからね、うん、あの言っとくけど、はい、偉い吸えなくなっちゃったでしょ結局。もういいよ医者の言うことなんか聞かないねえ、いやもうとても命助けられてる、命を助けていただいたら、うん、そういうふうに言うのはどうでしょうか。リバーサイドやりますか。リバーサイドやる、はい、リバーサイド、こう思い出が流れる、春には菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない、人の心が好きさ、口の river
ということで我がふるさとの歌、筑豊能方ですね。能方の市役所でちょうど今ぐらい流れてます。昼休みね。お昼休みまだ流れてるんですね。すごいですね。それを確かめに行った僕のファンの方がいらっしゃる。東京能方市役所まで行ったんだ。本当か嘘か確かめる。そうそう、確かめに行った。流れてましたよっていう。ありがたいね。すごいですね。本当にありがたいことですよね。能方市ね、ところで生まれましたけども、ふるさとはね、やっぱりね、遠くにありて思うものですよね。まあ、自分の家もなくなりましたけどもですね、なかなか家とか両親もいないんで、そういう風になってくるとね、ちょっと遠ざかる感じもするんだけども、やっぱり仲間たちがね、商売やってたんで、商売人のせがれとかがまだね、後継ぎであるけど、今はまあ商店街というのは結構厳しい状態ですよ、ね、どこもね、だね、だからやっぱり一日も早くね、賑やかさを取り戻すようにね、いつも思ってますけどもね、すごい大きいですよね、商店街ね、能方。ああそう、商店街は大きくて長い長いんだけど、そうそう、やっぱシャッターが結構降りてて、そう、賑やかな時は、ね、いっぱいあったんだよね。ちんどん屋さんとかも出てて、でうちの宣伝してたのよ。あ、そう。太鼓とかあるじゃない、太鼓にね、貼り付けてあるの、カナオって。ハイセンスカナオ。ハイセンスカナオ。すごいね、安子ちゃんもね、桑田安子ちゃんとかのお母さんが洋服作りに、うちの母がデザイナーだったんで。あ、そうだったんだ。洋服、服地とかあって、仕立ててたのよ。あ、そうなの、つながるね。つながるね。だから買いに来てたみたいな。カナオン型のバカ息子って俺のこと言われてカナオン、そう言われてたんですか。若じゃなくて、昔はね、若って言われてた。若じゃなくて、お手伝いさんはだって女中さん。そう、若も幼稚園の頃からさ、パチンコ屋入ってさ、拾ってやったりしてたんだよ。あ、そうなんだ。しょうがない若ね。でもさ、中学過ぎたらうちにめちゃくちゃ借金があること知って、またそれからもう大変なことになったの。俺だって中学時代1億5000万ぐらい借金があったの。知らなかったんだもん、家に。そりゃ子供は知らないよね。そうだから、家を担保に、そんなこと言う必要ないんだけど、そうよ、お金借りれたっていう、それがすごいね。その当時ってすごい。その当時1億5000万、その当時の1億5000万ってすごいじゃない。今で言うと10億ぐらい。今でもすごいけどね、1億5000万。だから それだけの気力があったってことよ。そうでしょうね。まあ、おそらく父がそれ残したただの借金じゃなかったと思うんだけどね、前の代からの。まあそういうのがありましたけどね。だから急にちょっと変わりましたけどね、若がそれを返そうと思って頑張った。そう、いや俺そう思ったもん。一肌開けて、売れてさ、ひょっとしたら、その地元の新聞とかそういうのもね、バーってもう一面っていうか大きく出たわけよ。筑豊の種馬って書いてあるわけ。そっから来てんだ。筑豊の種馬って。それで売れて、なんとかなるかなとかちょっと思ったもん。ああ、なるほどね。だから演歌の方とかそういう方多いじゃない。そうだね。だからそれに近かったよね、デビューした頃ね。そっか。で、その
時のね、今日ちょっと歌リクエスト、あの先週来てたんで、はいはい、なんだろう、何ですかね、東京トナイトって、これデビュー曲をやりましょうかね。東京トナイトですね。売れるかな、これで。これが売れてったらよかったんだけど、出替えはちょっと無理でしょうって。これで45年前だからね。だから本当に出替えって書くのね。その当時はね、レガイ。でもさ、昨日あれ加藤和彦さんの映画見に行ったんだけど、はいはい、ストノバン。ストノバン、はいはいはい、うん、でその中で、でもう加藤さんもレガイをもうその当時やってたんだ。やってたんだよね。へー、そうだよね。うんうん、レガイってなってた。誰だっけ、あの泉ホークの、名前。泉谷じゃなくて。泉谷。はいはいはい。うん、のあの曲はレガエなんだよね、最初の曲。へえ、そうなんだ。トノバンが、うん、プロデュースして、そうなんだ、うん、作曲をして、まだまだ浸透してなかったね、じゃあ、ね、そうそうそう、うん、だからその当時はね、1970年代ぐらいの後半ぐらい、うん、ですよね。そうそうそう、なかなかあれだったの。 でも結局売れなかったけどね。今から売れる、未だに残ってんだこれ。歌ったらね、いいって言ってくれるんだよ。そうそう、いい曲ですもん、だって。遅れ、いつかめっちゃ
カナワシロ東京トナイト気持ちいいね、いいですね、よかった、いいね、いい曲じゃない、いい曲じゃん、ね、ね、自分でもう自画自賛自画自賛いや楽なんだよ、うん、いや楽、いいじゃん、歌うのがなんか低い感じがする、低い感じ、あ、うん、じゃあ調子がいいんだ、朝から声が出ないっていう人がなんかたまにいるらしい、まあ、いますよ、たまに、ね、たまにって大部分いますじゃないですかね、魔のつく人ですかみたいな松下ですかいろいろいますね、でもまあ俺だってあのライブの前に発声練習なんかしないからね、俺たちの時代、俺たちの昭和の時代、そうかな、しないしないブーッとか絶対言わないよ、豆もそんなこと言わないよだってもうすぐ歌えって言われるから、まあね、そういう人はやっぱ強いんだね、喉が、やっぱり音楽教室とかさ、音楽学校とか、音楽教室って言うとちょっと教室、いや通ったことがないもの、そうでしょ、私だってない、地方で音楽教室とか通ったらダメよなんで、いや雰囲気がでも昔はそんななかったよね、なかったよ ね、そんな歌を習うとかさ、うん、バイオリンを習うとかってさ、っていうのはあるよ、バイオリンはあったけど、ね、なんかお金持ちはあるけど、そうそう、お金持ち、ピアノとか、俺たち一般ピープルはさ、うん、歌を習うっていうのまずね、俺ソロバンだけ習ったね、ソロバン習ったもんね、えらいね、金感情できないのできソロバンはね、ソロバン、ソロバンあった、こうやって遊んだね、どういうわけか、遊んだじゃん、ガーって、だから音楽を習ったことないから、うん、その発声練習とかも、でも音楽学校っていうかさ、サポート校で教えてたことあったのよそうそう、わかるよね、それ何を教えたかっていうのは、うん、やっぱ腹から声出すこと、うん、だからはっきりやっぱ言葉を言わないと、そうだね、今何歌ってるかわかんないし、うん、あのテレビでテロップが出るなんていうのなかったかんね、俺たち、まあ、昔はね、うん、歌詞はね、歌詞だって歌詞がさ、そうそうそう、出るでしょ、うん、あれ出さないとわかんないんだもん、ああ何歌ってる、出しても分かんないって、何言ってるか分かんないように歌ってるね、そうだからそんな時代になっちゃったからねまあね、だからやっぱり昭和に生きてたっていう、なんか自分たちからしてみればさ、昔のさ、要するに常識がさ、今もう逆転してるわけじゃん、うん、俺たちはもう喉の渇き我慢してうさぎ飛びして、それダメだったんだよ結局それはダメだったんだよ、やっぱそういう辛い中で体を鍛えるっていうのが、うん、うん、だってあれは間違いだったって今頃言われてもね、そうそう、散々やらされる、あの時代ずっと生きてきたのにさ、ね、今全部違いってますよとかさ、うさぎ飛びきつかったよね、うさぎ飛びきつい、うさぎ飛び大好きだったよ俺、大好きなんだ、好きそうだよね、まこちゃん、まこちゃんは自分をあの痛めるのを知ってる、いやだからそれがさ、俺たちの頃ってなんかあったね、美徳だったから、でも考えてみたら私たちもすでにさ、うん、昭和、平成、令和って生きてんだよ ねそうやって考えて怖いね、怖い恐ろしい、ね、この後どこまで行くかな、ね、どこまで行くかないやだからさ、うん、もうだって死ぬ生きるのさ、うんうん、あのあれじゃないじゃん、もうすぐだよね、もうすぐまあね、いやあのガンで助かりましたけど、でも感謝してますよ、あの本当に、ね、そのより寄り添ってくれた方とかね、うん、いて先生たちとかね、うん、本当にあのあの癌の治療全部しましたけどもね、あのやっぱり最初の外科手術でね、うん、命がやっぱ助かったので、ね、それがすごいね、それを見つけてくれた先生とかね、手術していただいた先生とかもものすごく感謝してるけど、うん、考えたらもうね、そんなにさ余命とか言われてもさ、余命って言われて、いやだから嫁は自分で決めますからいいですよって言ったんだけど嫁ね、ね、嫁って言われるのかな、言われる人もいや今言うよ、言うの、今の先生はっきり言うから、言うんだ、うん、今は本人に言う、昔は、ね、本人にはっきり言う、昔は、ね、そうそう、そう昔はさ、ひた隠しね、そうだから今はっきり言うから、がんで、まあ、抗がん剤も毒ですけどもしますかっていう、うん、あ、そうなん、毒って言うんだね、今ね、抗がん剤は毒ですよ、あ、そう、うん、もう言ってるんだね、うん、言ってる、で、まあでもあのやっぱりそれを使って、僕はたまたまそれがちょっと効いたのかもしれないし、あの、うん、副作用もそんなになかったので、ね、ただ今ちょっと出てくるからね、ちょっと、まあ、みんな気をつけた方がやんないでよかったらやんない方がいいよね、うん、うん、そうだ、ね、でもまだ1年だよ、うん、1年ですよ、ね、あのたった1年でこんな元気だからちょっとだから酒飲もうかとか言ってんだよ、うん、いや先生から言われたもん、早すぎ、知り合いの医者から、うん、
ちょっと先生他で今こんなことしてんだけど、うんうんうん、どう思うってさ、うん、あのその先生はちょっと大きな声で言えないんだけど、うんはいはい、処方をたまにしてくれるのよね。何の処方か薬の処方の後にあの焼酎とかをあの新しいのがありましたです。あんまり大きな声で言えないんだ。いい先生だね。そうそうそう。それあのでもね今日は処方ちょっと控えときましょうかとか言われたけど、うん、まあでも、うんあのそんなにストレスがたまるようなことはあんまりしない方がいいそうだよね、うん、だからまあ自然にね、うん、あの生きた方がいい、ね、お便りありましょうか、うん、あります行きましょう、うん、ちょっとですねじゃあこっちから行きますかね、うん金尾さんとしみさん鈴木さん今日は誠さんいるのかなはいこんにちは清水です、うんあ、清水佳子さん、はい、朝から難しいね、雨降りですね、気温差がすごくて体がついていけませんが、うん、皆さん体調はいかがですか、うんうん、はい、はい、金尾さん呼吸は苦しくないですかちょっと苦しいやっぱりは、ね、もうあの正直なとこ言うけど、うん、ちょっと苦しいけどまあそれはもうあと自分しか分かんない世界だからそうです ねあの頑張ってねあの、はいうん、乗り越えます、はい、梅雨に入りジメジメしてますが、はいカビがないようにカビないように頑張っています、はいカビねうん、ライブもぼちぼち増えてきていますね、 そうですね、無理せずしかし、うん、病魔に負けず頑張ってくださいそうです、ね、リクエストは全部聞きたいのですが、うん、お任せいたします、うん、またライブでお会いできる日を楽しみにしています、はい、一日雨降り足元に気をつけてくださいね、はい、音楽魂大好き清水でした、ありがとうございます、ありがとうございます清水さんもね、ねあの治療いろいろ、ね、治療中やられてですよね、うん清水さんはこの番組僕は初めてね最初の頃は事故でねああそうだったねそうだあの車ごと2階から転落したんです、ねうんね、すごいよね立体駐車場恐ろしい話よ ね、 ねそれで大怪我になっちゃってそれであのそれがね治ってね、うん、であの良くなったんだけどもいろんなことは清水さんもありましたよねその後がんにね強いですよ ね、 強 い、 ね強いそうですね、素晴らしい、うん、じゃあ次はですね、はい、ミキさんのはいミキさん皆さんこんにちは博多のミキさん、はいはい、雨模様だけど、うんニュースで心配になった線状降水帯の恐れは弱そうな博多です、うん、ここ元本当に博多はここ元って何ここのところっていう意味本当に博多は、多分全国的に考えても災害は少ない気がしていて助かっています、うんうんうん先週のテミヤさんさすがの歌声でしたね、うん先週に再会していた伊藤慎太郎さんのお名前も出てきて、うん、びっくりしました、うん、お友達だったんだよ ね古くからそして今週は金玉、ねはい、いつも通りのゆたっとした時間ですね、うん、とはいえ偏西風の影響で東に向かう天候ですから雨が心配ですけど、うん、相当降ってましたね朝はね、うん今日は溜まってるリクエスト中心のことなのでリクエストはありません、うんうんさてあと3ヶ月になりましたがこの間水系ハモニカさんのスケジュールが決まった連絡を受けました、うん、ようやくオイラもシルバーバッグや中華三番の料理を食べられそうなのが嬉しいです、はいはい、ミキが来るんでしょあそしたらね同行ですよ9月だね9月の終わりに来るから、うん、シルバーバッグもう予約しましたあそうなんですか抑えてますそれで9月ね、うん、あの9月何ギターは白浜あの ARB の、はい、で9月何日でしたっけ28日かなんか日曜日、うん、どっかまあ20、うん、違うよまあ後で、うん、それで9月あの博多どんたくどんたく祭りどんたくでキーボード石井も入るねえそうなんですか石井圭介ってあの山前バンドとかやってる、はいはいはい、で僕の時の徳間の時のね石井ってツアーメンバーって言ってツアーメンバーだあのシーナンドロケッツとかもやってたけどへ、うん、じゃあみんな九州だ博多集まるねそれであと九州だあの誰いい、ね、藤本君も来るんじゃないえ、うん、あのこの前動物王国のねあのにいた本当にムツゴロウのね、うんうん、藤本君だから結構博多は博多の方に乗っ取られ博多いいですね博多で中野茂全集合、うん、ねそれに10月1日にも行かなくちゃいけないライブ、うんレーベルの社長から誘われて六角精児バンドの、うん小金井でのライブが入ったんでほう新宿の実家が亡くなってから最長の6泊7日の滞在になりそうで体調も気をつけなくちゃなりませんけどね9月27日にはスタジオに行けそうなんで
それも含めてめっちゃ楽しみです。9月27日でしょ、うん、金曜日です。スタジオ金曜日ね、あのもう入ってるんだ、そのゲストが、うん、その時に博多の連中刺激とか呼んでやりたかったんだけども、うん、その紫のちびさんが、あ、それともちびさんに言われたらはいって言うしかないお前どけよっつってそうなの。そう27日あの27日になってる、まあ、でも遊びにね一緒に、まあなんか一緒にやってもいいし、大丈夫じゃない、沖縄と九州ね、いろいろ公演があるかもしれないし、ね、うん、今日は筋肉痛が激しい下半身をさらにいじめてボーリングの練習をしながら聞いてますボーリングすごいですもんね、ミキさん。プロ級でしょ。ボーリングとか今いい運動でいいかもね、うん、なくてプロを目指してんのかっていうぐらい300パーフェクトとかよく出してますよ。そう、すごい。ボーリングさ、俺恥ずかしながらしたことないの。生まれてある。俺ボーリング場入るの恥ずかしくてさ。なんで？でも筑豊にあんまりなかったもん。いや、あるでしょ。一度も？うん。なんか、ね、しゃれたことはあんまりしたことないよ、俺。ボーリング？ボーリングもしたことない。別にしゃれてはないと思うけど。うんうん、中学の時流行ったんですね。結構流行ったよ。ね、あ、そうなんだ。したことないの。わうん、じゃあ松下としみさん、ミキ君のねリクエストがね前あったの俺ちゃんと覚えとおけね。何だろう、それしたあのね、小道、小道、星影の小道、あ、私の歌うやつ、うん、あのなんだっけ、うん、星影の小道でしょ。そう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 、星影の小道をね前ねミキさんがリクエストしてくれてたの、あのミキ君は忘れとかもしれんけど俺はちゃんと覚えてそれこれそれしようかな今日。本当ですか、うん、星影の小道。星影の小道は、うん、これ誰の歌だっけ、わからないぐらい古い人。いや、誰だっけこ男の人です。そう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 、そうなんだ、うん、小畑実。あ、そう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 、小畑実さんで。知らないよ誰もね、うん、今小畑実さん。そうそう、でもいろんな方が歌ってたんで、私はその人で覚えたわけではなくて、うん、だからいろんな方歌ってるんで。あの黄昏のビギンってさあるじゃない、 あれってみんな割と、うん、あのどっちか千秋さんのあれで覚えてるでしょ、うん、俺ね、あのあれが好きなの、長谷川清さんの。ああ、長谷川清さんもやってるんですか。長谷川清さんとそのかっこいいかも、あとアコーディオンのね、うん、この間ちょっと YouTube 上げたんだけども、うんうんうん、アコーディオンの名前忘れて、外国の方が2人でやってんだけど、すごいのよ雰囲気が。へー、聞いてみたい。まるでシャンソンみたいな感じ。あ、シャンソン、うん、ちょっとやってみようか。静かに星影の小道。はい私の時はリバーブをたくさんかけてください。静かに静かに手を取り手を取り、あなたのささやきはアカシアの香りよ。Thank you.
佇みましょう。星影の小道よ。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。松下俊美が歌いました、はい、星影の小道。はい、ありがとうございました。いい、ね、あのこういう昔の歌はやっぱりこういつ聴いても最近はいいよね。いい、昭和歌謡って結構最近また、うん、なんかよくね、あのみんなさんやられてるけどね、うん、あのまたブームですよね、それも ね、うん、いい歌がね、いや、いい歌が多いよね、あった時に ね、うん、ね、うん、ね、まあ曲もいろいろね、今変わって、今のことは僕はあんまり分かんないっていうか分かんないよね。そう、いや、うん、だってほら踊る人たちいっぱい出てくじゃん。踊る人たちダンスチームみたいな。あの踊、うん、日本旅だと韓国、そうですよね、大勢様ね、もうそれご一行様、ご一行様ステージに出た全然分かんないんだけど、乗り切れないぐらいいるもんね、だってね。あ、昔は考えられなかったかも。 あれ一人一人みんな覚えてんのかな、ね、一人抜けても分かんないかもね。うそうでしょ、うん、なんか来たり、私たちは分かんない、なんか来た。いや、これはちょっとヤフーニュース携帯は聞くようにしませんか。音もなんかね、鳴るんだよね。いかがでしょうか。あ、さっきね、つとむさんがね、リバーサイド、うん、アザースって来たよ。アザース、アザース、ありがとうございますってことでございます。いや、ね、あのつとむ高橋さんはやっぱりあの大山空手のね、あの USA チームの師範、うん、アトランタ道場のね、うん、師範なんだけども、ね、あの歌が好きでね、ギターが大好きで、ね、詳しいな。そうそう、詳しいよね。で今度ね、あの大山、最高師範、最高師範ね、大山康彦さん、康彦さんの書いた詩に僕が曲をつけたので、ね、はい、ね、レコーディングしましたので、お楽しみいただきたいと思います。ぜひあの全米で売ってほしいです、全道場売りますよ。そうだよね、アメリカチームに買ってほしい。だって最高の、マイフレンド、ね、そう、最高師範の書いた詩は買わなきゃいけないから買うだろう。それは買うでしょ、ね、買うでしょ、道場、ね、やった、やった、すごいすごい、それだけで売り切れちゃう、だってね、それはだって10枚100枚のあれじゃないだろう。じゃあアトランタ道場でしょ、うん、ね、どんどんね、あのいろんなところにある、サンフランシスコもあるよね、うん、そういう全世界、アラバーマもあるし、そうそう、あるだから、そのあのでもね、結構やっぱりいい歌に仕上がりました、ね、あのお楽しみください。うん、これはね、ちょっとその僕の昔昭和とかで歌ってた曲とか、ちょっとブルージーな、うん、あの曲、あとラグタイム風の曲とかも含めた6曲撮ったんですけど、その中のバラードとして挙げてるんですけど、うん、あのリエリー金平さん、うんうんうん、ピアノ、あ、いいですね、あと菊田俊ちゃんやってくれて、あと、まあ、赤井君と松尾君なんだけど、それとりあえず6曲撮って、あのデザインはね、マチケン、うん、昨日打ち合わせしてきましたそれで、うん、打ち合わせしてマチケンちょっとやってもらう、で、あの写真はちょっと鈴木さんからいろいろね提供していただいて、うんうん、あ、そうなんだ。で、まあ、やっぱり皆さん、うん、あの関わった方々は ね、みんなで、いい、あの僕も最後 あの CD になりますので、何言ってんだ何言ってんだよ、話しろ、何言ってんだ、弱気だな何言ってんだよ、第2弾出すよ、酒飲んでないからさ、歯の抜けたライオンになっちゃってんだよ俺、ダメだろ、ハサミの取れたカニでしょ、ハサミの取れたカニ、ハサミの取れたカニは牙をなくしてオオカミ、オオカミね。まあでもね、あのお楽しみいただきたいと思います ね、それで9月でしょ、まあ6バージョンもまた録音するんで、いいですね、6曲ぐらい、その時はもう高橋真子さんとかいろいろね、そうよ、真子ちゃんもね、やってもらわないとしていただいてね、あのもう最後ですからね、最後最後って言うたらいいよ、最後って言うな、ね、それ閉店セール、閉店セール、そうそうそう、閉店セールで、ね、だって橋幸さんでしたっけ、ね、もう引退興行ってやってまたやることあ、そうなの、言ったんだよ、もうね、何回引退するんだそう、引退工業で一回やって、うん、ほんでやっぱりまたやりたくなったってやるんだよ、確か、あ、ね、そういう方もいらっしゃるんだから、だから80過ぎよ、向こうはまだまだ、いや変わんないですね、80
まあいいけどね、まあ、夢グループがついてますからね、向こうは、はいはい、夢グループが、あー社長がついてるんでね、あの社長ね、あの社長が、はいはい、こっちもついてほしい、社長社長がね、社長ついてほしいよ ね、 ね、どこの社長でもいいから社長来てください。高橋真香さんの方が歌いましょうよ。そういいんですか、うん、歌いましょうよ。ハモらなきゃ。いや、じゃあ歌わせていただきます。それは何、これはオリジナル、これオリジナルなんですけど、はい、島田辰巳君っていうね、もう亡くなっちゃったんですけどね、残念ながら、彼に俺太陽が好きなんだ、太陽太陽業師ってやってるじゃん、だ太陽見るのが大好きなんだよねっていう話をしたら、こういう詩を作ってくれたんですよ。あ、そうなんだ、ね、神戸の方、うん、神戸、うん、神戸じゃない、違うか、失礼しました。そうなんですよね、朝日、奥様は歌ってある、あ、違う、うん、あ、朝日が何、うん、朝日が窓越しに部屋に差し込むがタイトル、じゃあ日を浴びてマイライフっていうのがタイトルなんですけど、あ、ね、あ、それちょっと、ね、うん、そういうし、ね、太陽凝視してて太陽大好きなんだよねっていう話をしてたら、こういう詩を作ってくれました。あ、そうなんですか、はい、それちょっと聞いてみたいな、こんな感じの、朝日が窓越しに部屋に差し込む、暑い日も寒い日も時には雨音だけ響く、今日の気分はどうだい、無理するなよ、マイペースでいいさ、 My life 今の My life これからのLike a best friend Thank you みんなにさ、夕日が窓越しに部屋に差し込む、寂しくもなる時、時には時計の秒針が響く、今日の気分は、yeah、どうだい、マイペースでいいさ、 My life 今の My life これからの Life is music Life is best friend Thank you みんなにさ、優しくね、 Music smile Music smile、 ありがとうございます。日を浴びてマイライフ、島田辰巳さんの、ね、曲です。ごめん、あの、そこがあるの知らない。これやってなかったあ、ちゃんとハモリ考えてちゃんとね、ちゃんとやろう、ちゃんと書いてもらおう、はい、こういう曲でした。ありがとうございます。いいですよね、いい曲です。日を浴びてマイライフ、やっぱりあの太陽の日差しを浴びると元気になるよね、うんうん、そうなんですよ、やっぱだから晴れた日は元気になると思う、加納さんもおそらくね、うん、今こういう時期だからちょっと、うんうんうん、辛いかなっていう感じがする。私、うん、私って私の話を先からしてます。いや、息苦しいとか、息苦しいとかいろいろね、いやいや、あるけど、まあ、晴れるとやっぱりね元気になりますよ。それは、ね、あるかも ね、うん、
明日は晴れるかな、明日はどうなんでしょう。明日はなんか晴れるみたいですよ。晴れる、よかった。真帆さん、あのライブスケジュールご紹介しましょうよ。急にちょっと待って、自分のライブ自分に探してる間、じゃあ7月28日シルバーバック、金尾吉郎投げ銭ライブ。7月28日これはね、はい、白浜シルバーバック、うん、シルバーバックギターにスペシャルゲスト、白浜久志さん。そうですね、エアラビーね、はい、ええ、で、あのドラムのはあの石田一郎くんですね、これも徳間の頃のドラマ、はいはい、でベース赤井小次郎さん、はい、はい、ええ、はい、わかりました。6月30日、はい、今度日曜日、日曜日、あの M&M ですね、うん、あの蓮見さん、はい、2人でやってるやつで、ブルースギターフォーエバー、ね、ああ久しぶりよね。あの、もう全然しばらくね、もう会ってない、よろしくお伝えください、うん、しばらくちょっと病気してからね、横浜ですね、行ってないからね。でその後7月2日、はい、フレンズオブグルーヴ、これも横浜館内ストーミーマンデーなんですけどね。それは何、久米大作さん、岡澤茂さん、上原ゆかりさん、古間俊子さん、もうそうそうたる、ベースの、ベース、岡澤明さんの弟さんなんですよね。で久米大作さんはあのもう昔から一緒にずっとやってて、キーボードですと、ね、うん、ゆかりさんも、ゆかりさん、うん、ドラム、ドラム、ね、で古村さんがサックス、ね、サックス、すごい、はい、すごい、ソミマンデーで7日、7月9日にね TKM&FG バンドっていうのをやってそれ長い、ね、これはね、あの石田くん、わかります、あ、石田さん、うん、あの、例の、そう、例の石田さんと、あと太田光一くん、あと二上博さん、はい、あとジャイアンベース、ジャイアンベースで、今度今回あのボーカルのゲストで白瀬めぐみさんっていう方がね、これ来られてやりますね、はい、そんな感じでもう7月も結構いろいろ入ってますけど、入ってますね、イラストキリがないので、ね、これぐらいで、はいはい、また増えたんだね、減らすとか言いながらまた増えた、減らそうと思ってるんですけど ね、 ね、 あと8月2日可能性言わないとかあの横須賀、横須賀ね、 YTY、うん、YTY、 YTY、はい、元映画館の、ね、あ、これで今日ほら、うん、来てる、おお、アダポン、アダポン、アダポンは7月6日、7月6日、うん、バースデー、あ、バースデーなの、うちの親の、親の、親のバースデー、親のバースデーも真似するの、すごいね、親孝行、91ということで91歳ねえ、すごい、ちょっと新曲発表で、ね、なるほどね、私も参加させていただきます、すごい頑張っていただきたいと思いますね、バースデーね、うん、バースデーは花尾さんは11月か、うん、あ、どこでやるかね、ね、うん、まあね、今のというと、まあ、9月20日よろしくお願いします。まこちゃんね、クロコダイルで、コキコキ、私のコキコキ、ね、コキコキですよ、コキポップライブっていうのもあるね、コキポップライブをやりますのでね、うん、じゃあじゃあどうしよう、最後はインスピレーションする、え、あ、今何やりますか、インスピレーション、あ、やってないかあれ東京都内だと間違えた、あ、そうか、東京都内、他何でもいいよ、なんかリクエストないよね、リクエストは今までの溜まってそうだから特にないって言ってたけど、あれはありました、あれ、風の中、風の中でもいいし、あの風の中この間歌ったかな、コブルスでもマイフレンドはさっき触れたけど、まあ、あ、そうか、真子さんまでやったんだ、うんうんうん、あの何、ちくを何やりますか、インスピレーションやるか、インスピレーション、インスピレーション、これ久しぶりだよね、そう、イエーイ、Inspiration 特別な夜をお前にあげよう今夜だけ Inspiration 全ての夢を懐かしいな、なんかお前に託しての中に入道、いやいや、おっ、ちょ、Inspiration 特別な夜を、お前
街のプリズナー俺は鎖につながれ夜をさまよう ということでラジオショートバージョンインスピレーション時間見ながら秒針じゃない時計見ながらこうやるのはそうそうそう、ね、締めなきゃいけないからねそうですね、ということであっという間の1時間でしたね、楽しい、今日の、金玉でした金玉でした、本日のお相手は、松下俊美と、高橋誠と、金尾芳郎でございましたありがとうまた来週すごいねこれまた来週も、ね来週はね、杉本敦彦さんおー、トラさんはいはいこれちょっとソウルフルな、いいですね、お楽しみください、See you next time「あの人は今はない」